藤原本平は、平安時代後期の豪族、欧州藤原氏、第二代当主、藤原清平の次男にあたる。天人元年、羽上皇の直線により、出羽国下外相自恩寺に、阿弥陀堂、釈迦堂、上六堂を新造し、芝井により可視された阿弥陀三尊を、阿弥陀堂に、釈迦三尊と可視された一冊凶五千余間を、釈迦堂に、 元平が奉納した竹六尺の釈迦像を上六堂に安置したという。だが、この逸話では、元平の年齢が幼すぎ、父、清平が、ジ恩寺を再興したか、もしくは再興年に、誤りがあるとみられる。大治三年に、父清平が死去。翌大治四年、異母兄である小レツら兄弟との騒乱が、記録されている。元平はお門みつ根の、国間を攻め、 異母帝の圧迫に耐えかねたオモンミツネは小舟に乗って、子供を含め24人を引き連れて脱出し、越後国に落ち延びて元平と対立する他の弟と、反撃に出ようとするが、元平は陸路軍病を差し向け、逆風を受けて、小舟が出発地に押し戻されたところを捕らえ、オモンミツネ不死らを残首したという。この当時、オモンミツネは後継ぎを意味する、小立てと称されて、 独自の屋敷を構えており、対して元平は、御蔵氏と称されて清平と同じ屋敷に住んでいたと言われている。今でこそ、御蔵氏という言葉は、後取りの意味合いが強いが、当時は、そこに住まう人や、居候という意味だった。後に、源義経も、そこに住まう人や、居候という意味で、御蔵氏と称されている。この観点から言えば、 正当な家督相続者はおもんみつねで元平は三奪者だった。また、長子相続が絶対の時代ではなかったため、このような事態は平然と起こり得た。この内乱の背景について第一に考えられていることは、清原氏の娘を母に持つおもんみつねを担ぐ家臣団と安倍氏の娘を母に持つ元平を担ぐ家臣団との小競り合いがあったということである。 またそれぞれの家臣団は独立性が非常に強かったことから、欧州藤原氏の党首となった元平は、内乱集結後に、党首の権力強化と確立、そしてそれによる家臣団の統制に乗り出すことになる。その過程で元平を支えたのが、佐藤元春やその息子たちの次信、部、中心兄弟を輩出した忍ぶ佐藤氏であった。法事元年、藤原静が、 武つまとして赴任すると、道の区国は、元平一国を、横領四国氏の脅しなきがごとしという状態であったので、ことの司祭を創上し戦時を得て、忍ぶ軍の高電建中を実施しようとしたところ、元平は、忍ぶ佐藤氏の一族であり、家人でもある児童を応召し、基準に命じて、これを妨害し、合戦に及ぶ事件が発生する。 激怒した、静名は人容を立て直して再度戦う姿勢を示し、戦時に背く者として、元平を求断する。紀春は、静名の下に出頭し、審議の結果処刑された。元平は、静名に、砂金一万両献上し、紀春の除名を請願するが、静名はこれを拒否したという。元平はこれに懲り、翌工治2年に静名の公認の陸守として、下校した。 陰近親藤原元成と結び、その娘を、着し秀平に嫁がせた。元成と結ぶことで元平は国府にも影響を及ぼし、家もつながりを持った。また、左大臣、藤原頼長が石関家松園12層のうち、自分が相続した、ではユ座ザ層、八代シ層、大曽根層、道の久と吉層、高安層の年貢増額を要求してきた。 この年貢増備問題は5年以上揉めることになるが、元平は、これと粘り強く交渉し、二平三年に要求量を大幅に下回る年貢増長で妥結させ、より長を悔しがらせている。これにより、王にあった石管家小園は、欧州藤原氏が召喚として管理していたことがわかる。旧安六年から九十三年にかけて、毛辻に大規模なランを混流した。近藤、 まどかタカと広大な浄土庭園を中心に、ガランが次々に混流されていった。また、元平の妻はみ、自在王院を混流している、毛辻を混流するときの豪奢な贈り物は、都人の樹木を衝動させ、その様子は、あずま鏡で、霊場の称号は我が朝無双と称された。毛辻本尊造流に絡んで、当時の欧州藤原氏の財力がうかがい知れる、 次のような逸話が残されている。当時の毛辻の本尊は、元平の依頼により、との仏しくも喜びにより作られたが、その謝礼として百両もの金をはじめとした絹や、欧州産の馬、江戸賀島産のアザラシの毛皮など、大量の品物を元平は送った。ある時、別録として、生火絹を船三隻に積んで送ったところ、蜘喜びは大変、喜び。 ネリーギヌならなおよかったと冗談交じりに言ったところ、その話を聞いた元平は大変後悔し、新たにネリーギヌを船三隻に積んで送ったという。方言2年3月19日頃に死去、アズ鏡ではその死について、要ううと記している。家督は着難である秀平が継承しているが、その際には元平が家督を継いだ、さえのような内乱は記録されていない。父、清平の性質に、 北方兵士の名がよく見える。しかし、この女性が清平の性質に迎えられた時、二十歳代だったと思われるため、元平の聖母は、安倍氏の娘、もしくは忍佐藤氏の娘ではないかとも考えられている。なお、清平の元妻が清平の死後に上落して、とのけびいし、源義成と再婚し、所々へ追従し、陳邦を捧げて、 清平の日主合戦を上奏して、都人の不況を買っている。この女性が、当時30歳代の北方兵士とされ、元平と反目し、後継者争いに関わって、平泉を追われたのではないかと推測されている。元平の意外は、ミイラとなって、父清平、小秀平と共に、現在も、中村時期に色道内に収められている。新たに仏壇を増築して収められたと、 考えられている。1950年の遺体学術調査について1994年7月に、中村寺により上司された、中村寺後遺体学術調査最終報告によると、元平は血液型 A 型、身長は三大中最も高く167センチメートル。太く短い首、福々しい顔。よく発達した、銅、胸幅は厚く広い、怒り型で腰から、 下は、比較的小さい。肥満体質で歯に、カリエス、歯相脳狼。右側上下肢に、軽度の骨萎縮が見られ、右半身不随あり、脳圧の上昇が確認され、憶測が許されるならば、との添え書きの上で、脳出血、脳栓足、脳腫瘍などで急死したと見られると報告されている。三大中最も恵まれた体育の持ち主だった。遺体は、金箔が施され、 二式で内張りされた木管の中に、念樹や刀などの副装品と共に収められ、両足の先以外は、ほぼ完全に見えらかしていた。死亡年齢は50歳、第50歳代60歳代、あるいは54歳から55歳、55歳から60歳、60歳前後と見られている。ありがとうございます。